初代サリー公、第3代ケント博、トマス・ホランドは、イングランドの貴族。第2代ケント博、トマス・ホランドと、第10代アランデル博、リチャード・フィッツ・アランの娘、アリスの長男。父方の祖母は、ジョーン・オブ・ケントで、イングランド王・リチャード二世は、叔父にあたる。父と叔父のハンティンドンハクジョン・ホランドが、リチャード二世に徴用されたことから、トマスも側近に引き立てられ。 1397年に死んだ父の借位を受け継ぎ、第3代ケント博となった。同年に、リチャード2世がグロスター公、トマス・オブットストックと、第11代アランデル博、リチャード・フィッツ・アランら反対派貴族を処刑した後に、新設のサリー公に助釈されたが、1399年に、クーデターでリチャード2世が敗位、代わって即位した。 ヘンリー4世から借位を取り上げられ元のケント博に戻された。これに不満を抱いたケント博は、おじとソールズベリー博ジョン・モンタキューと、元グロスター博、トマスル・ディスペンサーと組んで1400年1月の高原祭のヘンリー4世暗殺を計画したが、発覚、即座に民衆に捕らえられ処刑された。スタッフ,フォード博、ヒュード・スタッフ,フォードの娘ジョームと結婚していたが子がなく、 ケントハクイは弟のエドマンドが継承したが、1408年に彼も子供がないまま死去して、ホランド家は断絶した。ただし、重帝で共犯者として処刑されたおじのイジジョンは後にエクセター行為を与えられ文家が最高を果たした。ありがとうございます。